マイナポイント付与のカード申請期限を今月に控え、熊本市役所には多くの人が訪れています。最大で2万円分のマイナポイントがもらえるマイナンバーカードの申請期限が迫る中、熊本市役所の窓口には駆け込みで申請する人が多く訪れていました。今月いっぱいって聞いてたら思いませんでした。予想以上、はい、もうびっくりしました。ちょっとフラッと寄っただけなんですけど、したらまだだいぶかかるみたいです。前に多分100人ぐらいはいるみたいで。前回1月に取材した際の映像と比べてみると一目瞭然です。市の担当者も、今回がカード申請の締め切りということもありまして、かなり混雑しているかなと思っております。熊本市によりますと、1月末の時点で市民の 80.6% の人が申請済みで、これは政令市ではトップ。一方で政府はマイナポイント自体は5月末まで申請期限を延期することを決定。今月末までにカードの申請さえすれば間に合います。現在熊本市では桜町熊本などの商業施設や市内10カ所の郵便局、携帯ショップでも申請手続きが可能です。マイナンバーカードの方いつでも申請はいただけるんですけれども、ポイントの方がもらえる、そのための期限が、2月末までとなっておりますので、できましたら皆様この機会にぜひ申請していただきたいと思っております。